薬は僕取ってそのまんまドリンクを出します。はい、 CC ラーメン OK Let's go。 行こう行こう行こう、戻ろう。自動販売機で買った缶ジュースで何をしようというのか。スタジオに戻り全員を前に集める。では今から実は大マジックルールをブレイクします。これからこの缶の中に入れます。なんで僕は500円玉を依頼したかと言いますと、見てください、蓋開けても入りません。なるほど。入りそうなんです。のこう名前をアルファベットで大文字で書いてもらいましょう。大文字で、はい、どうぞ。同様にカズキにも名前を書いてもらう。これでさやさんの名前が片方にあります、はい、裏には僕の名前があります、はい、これで正解に1枚、ここです。はい、軽く僕に押してください。軽く僕の方に押してください。 1 2。あああうそ、なんか落としたぞ今、なんか缶の中に落としたよ。みんな入って来て振ってください。横に振ってください。ほらWait, ちょっとスペース開けて、ちょっとスペース開けて。それじゃないかもしれないもんね、まだね。Wait. ゆっくり動きますよ。ゆっくり動きます。Okay? 果たして缶の中に入っているものは？間違いないですよね。間違いないですよね。でも多分まだリアクションがないのは一つの理由です。この500円玉にカズキのサインは書かれているのか、後ろにちゃんと名前が書いてあるか確かめましょう。これはフィッシュ。 That's correct。 じゃあ皆さん合わせて全部言ってみましょう。フィッシュボール。 Very good。 では皆さんお見せしたいのがあります。 Watch carefully。 一体何を見せるというのか。スケッチブックを椅子の上に置く。もう一回皆さん言ってください。 Go。 フィッシュボール。 もう一度改めて言いましょう。フィッシュボール。Thank you。 ありがとう。しかしセロのサプライズは終わらない。さあ今日一人にプレゼントします。金魚をプレゼントするという美穂さんにプレゼントします。その前にお願いあります。名前をつけてあげてください。名前？ Yes, a name、名前。なんか一つ好きな名前。金魚ね。じゃあバニラで。バニラ。はい。バニラ、do you like that？ その名前。お。Shit。ちょっと待って。Oh my god。Sorry。バニラ。いた。バニラ。バニラ、come here。あ、ちょっと。あ、大丈夫。Water. どうしよう。ちょっと待って。I have an idea. アイデアがある。ちょっと待って。Come here. え、開けましょうか。Yeah, 大丈夫です。Stay there, Vanilla. Okay. 水、これに入れましょう。入んないよね、入んないよね、そんな上に。Come on。ちょっと。
んだわ。生きてる。バニラ。じゃあ、please take care of vanilla。どうぞこのまま持って帰ってください。焦った。なんで？焦ったって。大きく書いてください。カードを1枚選ばせ、それに名前を書かせるセロ。Great。これを書いたことによって世界で1枚しかないユコさんのカードになりました。ユコ乗ってください。では好きなところでストップって言ってください。ストップ。置いてください。皆さんゆっくり置きます。ユコさんのカードです。まずは真ん中に埋めていきます。Okay。これからちょっと面白い方法。You ready? 行きます。One, two, three.皆さん、1枚のカードはこの水槽の真ん中にくっついてしまいました。ゆこさんのカードです。取ってめくってください。取れない。自分のカード見えますか？見てください。このナプキンで拭くとどうなるか分かりますか？窓はきれいになります。Okay、実は窓がきれいになるだけではなく、実はこするとガラスが柔らかくなっていくんです。ガラスが柔らかくなるとは一体どういうことなのか。一見すると普通の硬いガラスにしか見えない。 Now watch。 紙ナプキンを水槽のガラスにかぶせ、セロが上からゆっくりと手でガラスを押し始めた。すると硬いはずのガラスに変化が。なんと驚くべきことにセロの手が水槽の中に入ってしまった。横から見ると確かにセロの手が水槽の中に入っていることを確認できる。手をどんどんと中に入れ、ついには反対側のガラスへ。その内側に貼り付いたカードを手に取る。やはりカードはガラスを貫通して水槽の中に入っていた。そしてカードを手にしたまま手を再び水槽の外へ。それでは奇跡の瞬間をもう一度見てみよう。まずセロは硬いガラスを柔らかくし、そこになんと指を挿入。あろうことかそのまま水槽のガラスを突き破り手を貫通。そして手をどんどんと奥の方へ入れていき、ついにはカードをキャッチ。驚きの方法でカードが水槽の中に入っていることを証明した。さらにセロが水槽から手を抜きガラスをこすると、ガラスには穴が開いているどころか傷一つ見当たらず元通りに。いやまだ悩ましてないです。Okay。 みんな見てる、みんな見てる。 You're watching, you're watching。 みんなよく見て、目をつぶらないで。 Don't blink。 よく見てね。 OK。 Ready? Watch this, watch this。 ポスターのリンゴの絵に手をかざす。すると言語のあった場所にはセロの顔が出現。 The Big Apple 消えてます。
リンゴです。用意しますか。あ、リンゴだ。ちゃんと証明してあげます。うん、そうだ、僕一つ赤いリンゴ好きじゃないんです。 Do you like red apples? 好き？僕あんまり好きじゃない。ちょっとよく見てて。すると赤いリンゴを手の中に包む。そして力を込める。なんと赤いリンゴが緑色のリンゴに。すごくない？ The green apple! That's okay. No problem. さらに緑のリンゴをポスターの絵に重ねると、なんと本物のリンゴがポスターの中に。ここも外して、イエス。窓ガラスには傷一つ見当たらない。ちゃんと戻します。あ、卵ありますか？卵ありますよ。店の中、うん、卵が必要です。卵これですね。卵、あと、excuse me、このレモン、この卵とレモンをよく見てください。 Here we go。 なんと手の中にあったはずの卵はレモンを残して消えた。もう一回やってあげます。今度は We need like a orange。 オレンジありますか？一本ください。お願いします。はい、じゃあ一本。じゃあ今度はこのみかんを使います。あ、お願いします。これちょっと持ってください。そのままいいです。 OK。 じゃあ皆さん、このレモンとみかんをよく見てください。 Here we go。The lemon is gone. 消えました。わかりますか？実は今のインコ、そして卵、そしてレモンは消えたんではないです。実は違う空間に預けました。そしてこれから戻ります。残ってるのはこのオレンジです。見てください。Wait. ちょっと待って、ちょっと待って。もう皆さん分かりました？まるで時を遡るかのように、オレンジからレモン、卵、そして店のインコを出した。お返しします。